はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長いでございます。今回は DX 対策講座オンラインということで一問出題させていただきます。弊社は心理学の会社ですが、実は組織内部の運営にあたっては DX、デジタルトランスフォーメーション的な発想を早くから取り入れてきました。 IT 企業に所属していなくても DX への対応は急務です。この講座では毎回超短時間で DX に関する基礎知識を丸抜形式で出題していきます。DX に取り残されていてまずいなと思っていらっしゃる社会人の方、就職活動で差をつけたい学生の方を対象に出題していきます。日本イノベーション融合学会さんの DX 検定の対策にもお役立ていただけるんじゃないかなと勝手ながら思っております。ちなみに DX 検定の出題範囲は大別すると ビジネストレンドと先端 IT 技術トレンドになるようなんですね何から勉強していいかよくわからないこの DX にですねこうした一覧があるのは大変助かりますねそこで今回は DX 検定の出題範囲のビジネストレンドの中分類プロダクトイノベーションから出題してみようかなと思います実際に出たらいいですねということで早速問題です 3D プリンターにおいては、薄い層を幾重にも積み重ねていく方法で立体物を作り出す、積層造形法が典型的な方法として用いられている、丸かバツかの2択でございます。セカンダリーではこのように DX 人材を目指す方を応援しております。この DX 対策講座オンラインというシリーズの動画のリンク一覧は、本動画の説明欄、概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。 ということで、いかがでしょうか正解申し上げてしまいます。こちらの問題、正解はですね、丸でございます。無料でご覧になられている方は、ここまでご視聴ありがとうございました。では、簡単に解説です。